こんにちは、ゆずちゃんです。今日はマインクラフトを初めてやってみようと思います。まず世界を新しく作ります。新しく作成、世界の名前を入れればいいんだよね。どうしよう、名前はどうしよう。卵マミーだから、たまみの世界、たまみの世界、たまみの世界にします。 OK。 ゲームモードはサバイバル、難易度はノーマル。これで世界を作ってみようと思います。わあ、どんなのが始まるんだろう。ドキドキするね。本当に初めてなんだよね。何をしたらいいかも全然わかんない。お、待って待って。見て。世界ができてるのこれ。どうやって、こうやって見渡すんだ。うわ、すごい。見て。お、こうやって世界ができてくのね。こっちに。操作の仕方もまだわかんないけど、どうやって進む、なるほど。こうやって進んでいくわけね。いきなり。何からやれば、なんか、木をとりあえず切ればいいんだよね。海行っていいの？シマウマがいる。行ってみる。あ、入っちゃう。大丈夫かなこれ。いいんだよね、入っても。わかんない。どうやったら切れるのこれ。あ、なるほど。ZR で掘るって書いてあるね。だから敵もこうやって倒していけばいいんだよね。はあ、なるほど。むず。行きます。てか走れない。どうやって走るの？わからん。走れた。普通に B で走れた。こうやってやるんだよね、なんか。こうやって。よし。これでやっと1個掘れたってこと？これができてるんだよね。これ操作難しい。何個取れてるとかどこでわかるの？5になった。なるほど。これとりあえず、点が見えるまで。OK。で、わかんない。木はどこ？他に。これ全部の、難しい。こうか。近いな。これをひたすらまずやっていけばいいのね。これ、何個溜まったら木材にできるんだろう。なんか最初に作業台を作った方がいいっていう情報は知ってる。どこ行ってるかもわかんないし、自分が。なんか木をやった方がいいっていう情報しか知らないけど、待って、何、クマ？わかんない。やばい、どうしよう。ちょっと降りれない。しかも、じゃあ降りるのもジャンプなんだ。木のとこに行って掘ればいいのに。まずは掘りだよね。ひたすら。待って、持ってくことやばい。ちょっと待って、どうしよう。どこ？今、もうって言ったよね。牛が。あれ牛？熊じゃなくて。牛だ。柄も牛だ。来たし。どうしよう。これは何もできない。やばい。でも、動物も、なんか、ホリホリしないといけないんだよね。こっち見てたし。ホリ。これは、とりあえず、じゃあ20個ぐらい。溜めてみる。やばい、怖い。待って、どこ？やめて。めっちゃ近くにいた。やばい。何あれ？猿？じゃあもうちょっと見えやすいところに移動しよう。移動して、砂をホリホリしよう。砂だけ、石か。どこにあるんだろう、石。やばい、夕方になりそうじゃない？ちょ、待って。やばい、マジでやばい。
あった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 。ここに、まず作業台を作るのに木材の作り方が分からなくて試行錯誤してます。作業台ってどうやって作るの？何？なんかやばそうな声しない？やばい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 。焦りすぎてわけわかんなくなったから一回ちょっといろいろ見てた。もうやり方が、え、待って待って、ここから始まるのか。死んでしまったから、ちょっと待ってよ、どうしようどうしようどうしよう。とりあえず木を取りに行かないといけないもんね。え、マジやばいじゃん、私下手すぎる。どうしようどうしよう、やばいやばいやばい、怖い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 。赤いの何？雲？とりあえず固まってみよう。だってこっち来たらまた死んじゃうもん。やばいやばい、どうしようどうしよう。とりあえずもっと木を刈ろう。うわ見えない。え、なになに、もうどこにいるの？どこ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 にいるの？待って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 、どこどこどこ、何がいるの？やばい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 、何何に何されてるの？え、待って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 、なに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 、あ、死んじゃった。え、ちょっと一回朝になってほしい。朝になったから今度こそマジで頑張って木材集めないと。やばい、めっちゃむずい操作が。また夜になる前に少しでも材料集めとこうと必死に集めてます。マイクラってどういう手順でやるのが一番いいんですかね。木材にできてるってこと、今これもしかして。で、作業台はこれ、あ、できた、無事できたと思ったら今度は作業台の置き方にめちゃくちゃ悩んでます。あー暗くなってきてる。あ、夜になった夜になった、やばいやばい。置く、あ、待って、やっと置けたやっと置けたやっと置けた。使う、これで剣とつるはし、やばいやばいやばい、また誰か来た、また誰か来た。何かさっきからやってきてんの私に。あ、死んでしまった。ここまでできたのに。ここから何度も敵に遭遇して何度も倒されました。もう集めたものが一からになるのやめてほしい。木を集めに行く、やばい、めちゃくちゃ下手な気がするだ本当に。今度こそ本気で、洞窟が真っ暗すぎてすぐやされる。もう死ぬの怖いので夜が明けるまでひたすら砂を集めてます。あ、ここでやっと砂の積み方が分かったみたいです。お、もうすぐ朝になる。今やっと分かったんだけど、砂とかを置いて家を作ればいいんだね。よし、さあ出陣。今回はなんかいける気がする。家の作り方というか、何？分かったから、さっきの集めた砂で家を取り作って、玄関を作るために木を
進めてこよう。ここに作ります。ちょっと一回家を、この砂を置く、置く、よし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 、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。もうこの時にはなぜか自分に自信がめっちゃあって、絶対負けないと思ってますね。さてどうなるのでしょうか。何これ、玄関はどうやって作るんだ。あ、できる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 。木のドア、はい、また問題発生。今度はドアがつけれません。たくさん悩んでますね。なんでだろう、ドアの付け方、あ、え、できた。待って待って待って、できた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 。使う、あ、いや、はあ、はあはあ、なるほどなるほど、こうするわけね。は、え、分かった、やっと、え、じゃ、よし、一回羊を探しに行こう。やばい、え、これジャンプ、ジャンプされたら入ってくるんじゃないの。入ってこれないのかな。でも入ってこれないっぽいね。だってそこに声がずっとしてるのに。朝になったら羊を取りに行きます。イエーイ、無事朝を迎えました。よし、今日は羊を探します。そしてベッドを作ったら私の目標が達成するんだけど、あら、どうやってジャンプ、あ、ジャンプの仕方も忘れてた。羊羊羊、マジいない。屋根なくてもとりあえず夜は過ごせるんだね。ずっとガウガウって言ってたからやばいなとは思ってたんだけど、あ、待って、いた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 、羊一匹でいいのかな。よしよし、あ、羊じゃない、羊、あ、あれはさっきの鳥、あれ羊、羊だ羊だ羊だ、絶対羊。うー、ごめんけど、でも私のベッド、私にベッドを作らせてください。待って、あ、ごめんよ、もう一匹、逃げないで、ちょっと難しいから、うー、ごめん。よし、できた。これで、私の家どこだったっけ、やばい、家が分かんない。ベッドにいるのが、木材を作る、何が足りないんだろう。あ、2個しかない、待って待って、もっと羊倒さないと。あそこでなんか鳥が、ってことは鳥の奥だったから、こっちに向かって走って、やばい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 、え、でも絶対最初より上手くなってる、マジで。ジャンプジャンプジャンプ、あれは何、お花、あ、いた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 、絶対いた。私の、ここになったから今度こそ帰る。これでもう完成する、嬉しい。でもこの、これからはどうしたらいいんだろう、何やるんだろう。あー、やめて、あ、怖いこれ屋根作んなくていいのかな、屋根の作り方もわかんないんだけど。よし、一回入って、閉じる、あ、閉じれない、閉じて、できたはず、これでできたはず、絶対。あ、見て、できた、あ、嬉しい。ちょっと待って待って、置けるのかな、置けない置けない、え、これ置けないとかあるの、ちょっと待って。あ、来た、できました、よし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 。
わあ、できた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 。ちょっと待って、これで OK。 家というかもう小屋みたいなものもできたし、無事ベッドも完成しました。イエーイ。いやマジで嬉しい。ここまでかかるの何日経った？多分わかんない、もう1週間ぐらいは過ごした気がする。本当に初心者すぎてやばかったけど、なんとかできたので今日はこの辺で終わろうと思います。次は何したらいいかわかんないけど、また今度はちゃんとした家を作りたいな。よし、それでは全然全く参考にはならないけど、この動画がいいと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバーイ。